再現です。ほぼ再現です、これ。再現料理。あ、ちょっと待って、ほんならちょっと、うん、食べるから。てっちゃん。曲がインドすぎるんだが。給食が好きだ。入ってない。私は給食が好きだ。給食のために学校に来てると言っても過言ではない。どうも、しげりだゆきおです。出社せえへんのに、あ、じゃあ取っときますか。いいね。言っとこ、言っとこ、あ、そう、給食の。よし、じゃあ、やるか。てっ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 て。何これ？てってって。真珠の抱く学び屋に、笑顔で集うともよしよ。もりもり食べよう、豊かな食育。豊かな食育。とこぶしの心すごい、カンコピだ。とこしえに、ああ、とこぶし、とこぶし中学校。じゃあ皆さん、いただきます。いただきます。誰がわかるやろこれ。誰がめちゃくちゃハマってますね。まずはポークミッツ、これだ。これが給食の四番バッター。てんちゃん、なんで座布団乗らないんやろ。お前も食べるのか。はしたない。学校みたいに見える。お前はなんか学校魚を食べるのか。不思議と学校みたいだな。なんか間に張るけど。この後お腹壊すけど、もうこの時のもうこのこれだけのためにもお腹壊す覚悟で飲みます。脇に何かいるよ。脇に脇に何か牛乳うまー。脇からなんか生えてるよ。牛乳うまい。このポークビーンズが給食に出る日、学校の欠席数は少なくなるとかならないとか。ならないでしょ。どうなんて、ずっと脇映えしてる。ずっと脇から入ってる。あと60点なんでしょ。うん、何が足らなかったですか。あと40点は謙虚の表れやん。いや、何があったらもうちょっと高得点でした。いや、折り返しはほんま100点やけど。100でいいじゃないですか。60点。60点なんや。うん。今後のことも考えて。本当の100が出るまで、100点はお預けだ。うん、そういうセリフがあるんですか。ない。あ、ないの。ないんだ。でもなんか、あれはね、先生ってより生徒に見えるのはなんでなんやろ。神野、なぜニヤニヤしてる。すいません、すいません。何これ。真珠の抱く学び屋に、笑顔で集うともよしよ。もりもり食べよう、豊かな食育。とこぶしの心、すごい、カンコピだ。とこしえに、ああ、とこぶし、とこぶし中学校。電波です。うちの子記念、10周年記念と AUN 設立10周年も合わせてなので、10月5日から8まで何を買ってもステッカープレゼントキャンペーンを行います。よかったら
ら何か青アイテムでお買い物してみてね。欲しいステッカーの番号を備考欄に書いてね。テンポでした。ちいちゃんは可愛いから、可愛い犬だから、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 静江県だから、静だから、静だから。